できた。よし、もっと離れた場所からやってみよう。ケビン、君は本当にバカだ。はあ、やっぱりここにいると思っていたよ。スー、どうして？メイ、君も来てくれたんだ。どの口が言うんだい？今日は一緒に食事をすると約束しただろう。せっかくの休みなのに、また昔みたいに一日中コートにいるつもりかい？そんなこと一度もしてないだろう。大丈夫よ、好きにさせてあげて。とっくに慣れてるから。おい、結局のところケビン、バスケは君に向いているスポーツじゃない。水泳、陸上、重量挙げでも。君が本当にスポーツ選手になりたいなら、それこそが君に向いているものだよ。そんなの面白くないだろ。ただ体の限界に挑戦するだけなんてつまらないよ。全然かっこよくないし。僕が気にしているのは勝負なんだ。わかるかな？一つのボールをあちこちに投げるだけで嬉しくなると思うのかい？僕が気に入っているのは勝利の瞬間だよ。わかってくれよ。そういう話は僕たちの前ならまだしも、他の人たちの前では言わない方がいいと思う。功利主義者に見られてしまうからね。別に気にしないよ。それに事実はスーが考えてるようなものじゃない。なんて言えばいいのかな。僕が欲しい勝利は過去でも未来でもなく、一瞬だけでいいんだ。そのために僕がどれほど努力すべきかなんて気にしないし、その勝利が僕に何をくれるかも気にしない。もういいよ、君の言いたいことは分かった。でも本音を言うと、君がその瞬間を迎えても世界は止まったりしないよ。君の他の考えと同じように、それも一方的で現実離れしていると思う。スーが理解できないだけじゃないか。君はどう思う、メイ？スーの考えに同意するわ。は？でもたまに思うの。その純粋さがあるからこそ、あなたは他の人よりも可愛く見えるんでしょうね。なんでもないわ。あっちで待ってるから。今の聞いたか、アス？僕はなんて言ったかな？もういいよ。自慢することじゃないだろ。早く着替えてきて。僕も外で待っているから。わかったわかった。
最後にもう一度だけ頑張ってみる。あまり時間をかけすぎないでくれよ。もう遅い時間なんだから。見たかい？ちゃんとできたよ。ネギ？スー？二人はどこに行ったんだ？見てよ。僕はできたんだ。ヘクトールは王国が陥落することを知り、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解していた。しかし二人は後ろを振り返ることなく戦場に向かった。彼らが常人よりも強人だからではない。失敗とは勝利のもう一つの名前なのだと彼らは知っているからだ。